バンクーバーオリンピック公式エンブレムイーロナキのモニュメント。イヌイットの道しるべ、イヌクシクをもとにしている2010年、バンクーバーオリンピックは、カナダのブリティッシュコロンビア州、バンクーバー市で2010年2月12日の2月28日に行われた21回目の冬季オリンピック。カナダでの冬季五輪開催は1988年、カルガリーオリンピック以来、22年ぶり2回目。 テーマは、カナダ国家、王、カナダの一節でもある、With Growing Hearts。詳細は、2010年冬季オリンピックの開催地選考を参照2010年冬季五輪開催地は2003年7月、チェコのプラハで開かれた第115次 IOC 総会にて投票により決定された。総勢126名の IOC 委員の 打ち解最高補都市の国の委員7名と不参加の委員及び IOC 会長を除いた113名が最終選考に残ったバンクーバー、ピョンチャン、ザルツブルクの3都市に投票。1回目の投票では当初の予想を大幅に覆し、ピョンチャンが51票を獲得してトップに立ち、以下バンクーバー40票、ザルツブルク16票と続いた。しかし1位のピョンチャンが過半数の票を 獲得できなかったため最下位のザルツブルクを除外し、バンクーバーとピョンチャンによる決戦投票が行われた。決戦投票では、バンクーバーにザルツブルクからの支持票が回り、結果56対53と、わずか3秒差で、バンクーバーが逆転し2010年冬季五輪、開催都市に決定した。冬季、夏季を含めて、史上初めて開会式が屋内で行われ、 開会式と閉会式はバンクーバーの市街地中心部に位置するーシーズンズホテルから南東約600メートルにある BC プレイススタジアムで行われた。開会式の入場行進で日本は43番目であった。1984年サラエボオリンピックまでの冬季五輪の閉会式は開会式で使用された会場とは別の会場で行われ、開会式会場よりも収容人員が かなり少ない屋内で行われることが普通であったが、1988年、カルガリオリンピック以降は、開会式と閉会式は、同一会場で行われるようになった。またバンクーバーの人口はおよそ57万人であり、歴代冬季降臨開催都市では、札幌市、トリノに次いで3番目に人口が多い。なお、カナダは、全大会2006年トリノオリンピックで、 メダル獲得数国別で初の3位になるなど近年大会ごとにメダル獲得数を増やしていることから地元開催のオリンピックで初の金メダル獲得とメダル獲得数の更新が期待されていたが最終的には金メダル14個、メダル総数26個を獲得し金メダル総数で今大会1位、メダル総数では カナダの過去冬季オリンピックの記録を更新したと1988年、カルガリーオリンピックでは金メダルを獲得できていなかった。今大会ではアイスホッケー競技は国際アイスホッケー連盟が定めるサイズではなくナショナルホッケーリーグサイズのリンクを使用した。これは使用する会場である GM プレイスなどのリンクが北米で一般的な NHL ルールに基づいて 設計されており、イーハフルールへの面積拡張が不可能なためである。ただし、試合の進行はイーハフルールに基づいて行われた。また、逸話史上初めて未使用の入場券を減らすという目的で、オリンピック組織委員会による公式の転売サイトであるファントゥファンが公式サイト上に設置された。中には額面をはるかに超える値段で入場券を売り出す購入者もいた。 理念、編集今大会の理念は、先住民の参加、環境への配慮、持続可能な発展の三つである。大不況下での椅子は、編集2008年の9月に始まった、世界同時不況は今大会の運営にも影響を及ぼした。選手村は、大会後には、分譲住宅として販売される予定だが、改定がなかなかつかない状況になるなどした。そのため赤字、すなわち、 商業五輪として失敗が危惧されたが IOC は黒字になるだろうという見解を示した。しかし3月1日には赤字になったことが明らかになった。前回2006年トリノオリンピックの実施競技に加えて男女のスキークロスが公式種目に追加されており、リュージュ二人のリが男子種目から混合種目に変更になっている。各競技の詳細については それぞれの競技のリンク先を参照のこと。詳細は2010年バンクーバーオリンピックのメダル受賞数一覧を参照バンクーバーオリンピックでのメダリストについては2010年バンクーバーオリンピックのメダリスト一覧を参照バンクーバー市内及び郊外のリッチモンドにある屋内競技場の他にウェストバンクーバーとウィスラーブラックコムにあるいくつかの会場に分かれて開催される。 なお、ウィスラー以外はすべてバンクーバーを中核自治体とした、広域都市圏、メトロバンクーバーに属しているし、地区である。ミガ、クワッチ、スーミバンクーバーオリンピックのマスコットキャラクターは、オルカとシロクマをモチーフにした女の子、ミガと未確認動物であるサスクワッチをモチーフにした男の子、クワッチ。バンクーバーパ,ーパラリンピックのマスコットで、サンダーバードの翼とクマの足を持つ、 数うとともに3種類のマスコットが2007年11月に発表された。ムクムクこれに加えてバンクーバーマーモットをモチーフとしたムクムクがコーシーマスコットに対するサイドキックと位置づけられた。ムクムクは他のマスコットより人気となり、ムクムクをマスコットに昇格させよという抗議活動も行われた。夏季オリンピックのメダルと違って、 冬季オリンピックのメダルはデザインが自由であるが、バンクーバーオリンピックのメダルは、環境古林の理念にのっとり、不要になった、家電製品や PC などの産業廃棄物から取り出した金属で作られることになった。製造は、王立カナダ造兵局。同じ模様のものはなく、すべてのメダルのデザインが違う。波を打った形状と、先住民アートを取り入れた模様で、 すべてのメダルを合わせると一つの絵になる。パラリンピックも同様のコンセプトで作成されている。バンクーバー、スタンレーパークにあるトーテム。トーテムは先住民文化の象徴として開会式のアトラクションなどで紹介された。開会式は史上初となる屋内での最高であった。会場の中央には氷でできた4体の巨大なトーテムが大会のシンボルとして建てられ、 カナダ全土から招待された先住民の代表約300人がそれぞれの部族の民族衣装を着て開会式のアトラクションに参加した。開会式直前にジョージアのリュージュの選手のダルクマリタシュビリが練習中に死亡したことを受け式の冒頭にのダルに捧げると掲示がなされた。またオリンピック参加演奏の後に1分間の黙祷が捧げられ、 カナダ国旗と逸話旗が反旗として形容された。開会宣言は、ミカエルジャン総督によって行われたが、これは逸話史上初めての黒人による開会宣言であった。聖火台は、標柱をイメージした4本の柱が交差する形で、組まれた台座の上に乗せられた大聖火台と、それぞれの柱に付属した小聖火台の警護機からなり、それらが、 エンジンで床下からせり上がり、点火直前に組まれるようになっていた。聖火リレーの最終ランナー4人が小正課題に点火し、その4つの炎が大聖課題に引火する仕掛けであり、史上初の4人による同時点火を起としていた。しかし本番ではカトリオナルメイドーンが点火するはずの小正課題がエンジントラブルで稼働せず、床下から出現しなかった。点火自体は、 残りの三人によって完了し、ルメイドーンは突然のトラブルにうろたえることなく、一人堂々とトーを掲げその場をしのいだ。閉会式も開会式と同じ会場で行われた。開会式で小生課題の一つが稼働しなかった、トラブルを逆手に取った演出で、閉会式が開始された。電気工事作業員に噴したピエロが動かなかった、小生課題を修理して床下から動かし、 開会式で点火できなかったカトリオナルメイドーンが改めて聖火の点火を行い聖火リレーを完成させた。MC にはカナダ出身の俳優、女優がユーモアを交えながらカナダの現代文化を紹介した。閉会式のラストにはニール・ヤングやアブリル・ラビーン、そしてスム41頭、カナダ出身の世界的アーティストたちが登場した。登場順に記載。 さらに住む41の出演後に大開発のアンコール現象が起こった。オーストラリアではそれまでのセブンネットワークに代わり、ナインネットワークで放映された。イタリアもライに代わってスカイイタリアで放映された。ESPN スタースポーツが半アジアの衛星チャンネルとしては初めての放映。カナダ国内では CTV グローブメディアとロジャースメディアが共同で、 放映権を獲得した。CTV を、はじめ、TSN、RDS、ロジャーススポーツネット、オムニテレビジョンなどで放送された。CTV でのオリンピック放送は1994年のリレハンメル大会以来である。また、2012年ロンドン大会も放映権を獲得している。ただし、逸話期間中は、例外的にアメリカンアイドルや CSI、 科学捜査班をはじめとするアメリカからのネット番組は A で放送された。それまでの逸話中継は KBS、MBC、SBS の三者共同による中継だったが、今大会から SBS 単独で中継した。SBS はもちろん SBS プラスや SBS ゴルフ、SBS、CNBC、SBSESPN でも放送された。 SBS は2024年夏季大会まで放映権を獲得している。今回も NHK と民放連で構成されるジャパンコンソーシアムが放映権を獲得。ワウワウなど一部を除いた加盟民放と NHK とで費用を分担して放送。映像はオリンピックブロードキャスティングサービスが提供した。NHK は NHK 総合で放送された競技について NHK オンデマンドの見逃し番組サービスにて、有料で3月30日まで配信した。全部で85番組を配信し、3月24日、時点で合計約5万2千回視聴されている。また、日本国内で放送されなかった競技の一部を NHK のオリンピック特設サイトでライブストリーミングで配信し、合計で25万件を超えるアクセスがあった。 民放連は前回の夏季北京オリンピック時に続き民放各局による共同情報サイトゴリンドット JP を立ち上げ同サイト内で競技動画の配信を行った。日本とバンクーバーの時差の関係上日本時間に換算すると開会式は2月13日午後に閉会式も3月1日午後になるため競技の大半は早朝から午後にかけて放送された。 夏、冬を通して、アナログテレビ放送時代最後の大会となった。全編 HDTV 方式での制作が基本となり、地上デジタルテレビジョン放送の生中継については、すべて5.1サラウンドステレオ放送になり、多くの地上波テレビジョン放送の生中継で、リアルタイム字幕放送を実施した。アナログテレビジョン放送では、富士テレビ系列が放送する一部の競技の、 生中継が16、旧レターボックスで放送した。なお NHK は、テレビデジタル化に伴い BS ハイを廃止することに、しており、今回は総合テレビと BS1、及びラジオ第一の3波だけで放送することになった。その他、BS2 では総合テレビと同時放送される NHK ニュースをはよう、日本の番組枠の中で一部競技を同時放送。また、 NHK ワールドラジオ日本では一部時間帯を除きラジオ第一で放送される中継の同時放送を実施。参考地震、津波による放送の中断記録的断頭例年なら1月の平均気温は3.3度程度のバンクーバーだが2010年度はエルニーニョ、南方振動の影響で平均7.2度と例年を4度も上回った上に 雪が降らずフリースタイルスキーの会場にはヘリコプターで雪が運び込まれた。市内ではすでに梅が咲いているほどである。開会式において長期を掲げて更新するグルジア選手団、リュージュ事故2月12日、グルジアの野ダルるマリタシビリ選手が開会式前にリュージュ男子一人乗り公式練習をウィスラーのスライディングセンターで行ったところ、コースから外れて、 周囲の壁や鉄柱に激突、病院で死亡。IOC のジャックロゲ会長は記者会見を開き、すべてのオリンピック関係者が悲しみに打ちひしがれ、今オリンピックに暗い影を落とすだろうと述べた。なお、冬季オリンピックでの自己指令は、アルベールビル以来で5人目という。この事故を受けて、開会式では、グルジア選手団が無償をつけ騎手は長期を持って入場し、 カナダ国旗と逸話畑が半旗を実施して、ロゲ会長が開会の挨拶の冒頭で、哀悼の意を読み上げた。また、竜樹競技では、出場選手全員が、ヘルメットに模章をつけて、競技に臨んだ。2月12日深夜、国際竜樹連盟とバンクーバー五輪、大会組織委員会は事故について、合同声明を出した。それによると、マリタシビリ選手が、 事故の起きたカーブに侵入した時に、それまでの滑走の乱れを適切に処理しなかったのが事故の原因であり、コースに欠陥はなかったと結論付けた。これに対し、バンクーバーに滞在していたグルジアのサーカシビリ大統領は、技術的なことはわからないが、間違いなく言えることは、選手のミスが死につながることはあってはならないと合同声明に不快感を示した。 同大統領に随行していたルラスポーツ文化賞も選手の経験不足が事故の原因だとほのめかすやり方は不公平かつ不正確だと反論した。米紙ニューヨークタイムズはこの合同声明を無神経と批判し大会主催者は事故を悲劇ではなく大会運営の邪魔だと捉えていると非難した。米紙ウォールストリートジャーナルは グルジアのクマリタ・シビリ選手の実家を取材し、同選手がコースが怖いという内容の電話を家族にしていた事実を報じた。米市フィラデルフィアインクワイアーはこの事故について競技の内容変更や中止を恐れて選手たちの間にも人為的なミスが原因だという意見が支配的であること指摘し、サーカ・シビリ大統領のような健全な意見は選手たちの中にはないと嘆いた。 事故を受け、ジ樹競技は、スタート位置が本来より176メートル下げられた。他、コースの壁の部分の氷が垂直になるように、削られるなど安全対策が行われた上で、実施された。これに対して、ニューヨークタイムズは、でっち上げと非難している。死亡事故発生後、ウィスラーのスライディングセンターでは、ボブスレーの公式練習も行われたが、2月17日には、 日本を含む8件もの転倒事故が発生した。翌18日に、ボブスレー公式事故多発を受けて、男女のボブスレー4人乗り、ボブスレー女子2人乗りについて、各種目6回の滑走回数だが、公式練習を実施していないチームは、希望があれば2回追加できるように配慮された。なお、スタート位置の変更はなかった。なお、回収前の最終コーナーのスピードは、 リュージュの場合時速 155km にもなり、高速化への疑問及びそれに伴う危険度の向上に対して無配慮だったことへの疑問も提示されることになった。コース問題アルペンスキーでは特に女子や男子回転でコース途中に転倒する選手が続出した。このためコース難易度に無理があったのではないかという指摘がされている。ありがとうございます。